アンクルトムの小屋は、アメリカ合衆国のストーフ人の小説。トム・ジーの小屋、または、現代の音訳で、アンクルトムズ・キャビンとも。本作は、初老の黒人奴隷、トムの数奇で不幸な半生を描いている。シェルビー家に仕えていた黒人奴隷トムは、主人の息子ジョージから慕われて幸福な日々を送っていたが、そのシェルビー家が困窮したためにジョージと別れて売られて、行くことになる。 売られていく途中、船で出会った白人少女のエヴァンジェリンを救ったことで仲良くなり、彼女に友達として愛される。しかし、その後にエヴァンジェリンは病死し、トムの理解者だったエヴァンジェリンの父も自己死してしまい、トムは奴隷に冷たかったエヴァンジェリンの母によって、悪辣な農場主レグリーに売られてしまう。レグリーの下で残虐な扱いを受けたトムは、最後には、 レグリーに暴行されて死亡する。死の直前にトムは彼を買い戻しに駆けつけたジョージと再会し、そのジョージによって定重に葬られた。ジョージは奴隷解放、制度廃止の運動に目を投じる。この作品はトムの受難に関するものと、トムと一緒に売られそうになったハリー・ボーヤとその両親がカナダに逃げ延びるまでのものとの日本盾になっており、 後者は子供向けに本案された作品では省かれていることが多い。当時のアメリカは奴隷解放問題で南北分裂の危機を抱えていたため大変大きな反響を呼び奴隷解放への世論を喚起する一方、奴隷制の擁護論者からは激しい批判を浴びせられた。ロバート・ m パーシグは本書を優れているとは言いがたいが、 当時の社会的背景を捉えたために成功した作品と評する。その後、アメリカは奴隷解放問題を一つの引き金にして南北戦争に突入する。そこに至る上で本作の存在は無視できないものがある。その影響の大きさは、後年の開戦後にエイブラハム・リンカーン大統領が作者のストー夫人と会見した際、あなたのような小さな方が この大きな戦争を引き起こしたのですねと挨拶したという逸話からも伺い知ることができる。その高い知名度から数回にかけて実写映像化された。この作品は黒人奴隷問題の摘発の書として知られているが、キリスト教色の非常に濃い宗教小説との評価もある。エヴァンジェリンを天使、レグリーを悪魔と見立てた上で受難しそれを耐え忍び、 自らを殺そうとするレグリーをも許し、二人の凶暴な男に囲まれて亡くなるというトムの最後はイエス・キリストをモチーフとする解釈も可能である。エヴァンジェリンにしても、ただ幼い死によって、話の悲劇性を際立たせるだけの存在ではなく、年齢の近い黒人少女とプシーの精神を救い、その様は周囲の大人をも感化する小さな伝道者と解釈できるのである。 トムの従順な態度は一見脆弱な存在に移ることもあるが、実際にはイエス・キリストの受難になぞらえているのであって、決してトムを弱い存在として作品自体は描こうとはしていない。一方で、作中のトムの従順な態度から公民権運動以降のアメリカの黒人の間では、この作品に対する評価が否定的なものに変化している。現在、黒人の間で通常、 アンクルトムは白人に媚びを売る黒人卑屈で白人に従順な黒人という軽蔑的な形容を意味する。ジンバブエのムガベ大統領がアメリカのライス国務長官をアンクルトムの娘と罵倒したことはその別称としての意味をよく表している例である。さらに黒人と同じく合衆国の被差別民族であるインディアンたちはこれにこうして白人に媚を売るインディアンを アンクルトマホークと呼んでいる。また、中国系アメリカ人は、同様に、白人に媚びを売る中国系アメリカ人を、アンクルトンと呼ぶ。モハメドアリは、現役当時、黒人への差別を色濃く残していた、白人社会に激しい嫌悪感を抱いており、ネーション・オブ・イスラムに入信して、対決姿勢を明確にしていた。そのため、白人社会に表だった不満を言わず従順でいる。 対戦相手の黒人選手をアンクルトムと罵っていた。彼の白人社会への憎悪は強く、アーニー・テレルがわざと救命のカシアス・クレイと呼んだことに激怒して判定まで俺の名を言ってみろ。と叫びながら徹底的に痛めつけ、試合後には奴隷の名で俺を呼んだ罰だと発言したほどだった。この本の出版後、奴隷性支持者たちによるアンチボンが多数出版された。 それらは、優しい白人主人の下で幸せな生活を送る、黒人奴隷といった内容がほとんどで、当然ながら文学的に評価されて後世に伝わった作品は一つもない。その中で最も有名で、商業的に成功したのは、メアリー・ヘンダーソン・イーストマンによる、アントフィリスの小屋で、上記のように、優しくて常識的な白人主人の下で幸せな生活を送る。 黒人奴隷と、北部で惨めな生活を送る労働者や自由な黒人を小説の中で対比させ、奴隷性の素晴らしさを説いている。ラコッタ・ウーマン、ハット・ザ・トムカリ・カチュア、ジム・クロー・ブレイシスト・メモラビア。ありがとうございます。